何か挑戦するためにみんなを楽しませようと何かに手を出して新しいことをやるたんびに何か言ってくる人が必ずいるんだよね。一番みんなが喜んでくれることって何か、それは俺たちが新しい世界を、新しい景色をみんなに届けることなんじゃないかなって。挑戦しないと何かになることはできないと思うんだよ。何かを叶えることはできないと思うんだよ。みんなストプリのことをちゃんと知ってくれて、こんなところまで足を運んでくれるみんなのために、俺たちは頑張り続けたい、挑戦し続けたいっていつも思ってる。だから時々、なんでみんなのために頑張りたいだけなのに、ストプリを好きって言ってくれる人にのために頑張ってるのに、調子乗んなとか、何やってんだとか、お前らじゃ無理だろうとか、いやいや全く関係ないじゃん、あなた何にもリスナーさんじゃないじゃんって、すっごい思う時がたくさんあるの。よくわからない人のためにやってるんじゃない、そんな意見どうでもいい、俺たちのことを本当に分かってくれて、ここにいるような俺たちに好きって伝えてくれる、そんな子のために俺たちは頑張るんだ、そんな子のために、そんな子のために挑戦するんだ、頑張りたいんだって、頑張るんだって毎回意味を確認してます。これからも俺たちに夢を持たせてください。これからも俺たちに叶えたい、みんなを幸せにしたいってそう思わせてくれるように、これからもそばにいてください。僕たちは何があろうと君たちを見ています。みんなのために頑張り続ける、みんなを見て走り続けたいと思います。俺たちは絶対みんなのために頑張ります、みんなのために走り続けます、絶対に裏切りません。これからもずっと引っ張っていくので、ついてきてください。